RI プレゼンツ海の民山の民、第一章。北海道のとある港町、古くは鉄鋼業で栄え、三方を海に囲まれた素朴な町。この町は観光に力を入れていなかったことが幸いしてか、風光明媚な自然がそのまま残されている町でした。北海道の冬は長く、夏は短い、そう思っている人が多いようですが、北海道の四季はほぼ均等に訪れ、特にこの港町はその恩恵を大きく受けている町でした。しかし、自然に恵まれることと町の繁栄は別問題。鉄鋼業の衰えとともに、町は徐々に衰退し、若者は地元を離れ、そして人口が減少するにつれて、商店街にシャッターが目立つようになり、繁華街の日も一つ、また一つと消えていった。地元を離れた若者は、札幌や内地へと仕事を求めて移り住んでいった。そんな衰退の影を感じながらも、人々は日々の営みを平平凡凡と送っていた。その町の片隅、一人の男が小さい頃から遊び場として慣れ親しんだ旧神社前の広場横で、前方に広がる海を一望できる崖上に佇んでいた。どこか遠い目を漠然とその空間に投げかけているその男の名は坂井良二、19歳。職業はカラオケパブでのバイト。社交的な性格だが、日々の忙しさもあり、自分が何をしたいのか、何に向いているのか、ぼんやりと考えることはあっても、遊び仲間たちとの時間をいたずらに過ごすことで、例えようのない不安や心の隙間を埋める、ごく一般的な男性。休日には原付バイクを走らせてテレビ塔のある山に向かい、女山と呼ばれる場所で、公園前にバイクを止め、その先にある崖上から海を眺めるのが好きでした。その海の青は日々模様が変わり、透明度の高い日には海底の海藻が揺れる姿や、運が良ければトドの泳ぐ姿まで見える。風の強い日には白波、行き交う船、遠く対岸の山々。そんな鮮やかな景観を眺めることで開放感に浸っていた。そんな何気ない毎日が変わったのは、短めの夏が終わりに近づいた頃。畑島で残り4ヶ月ほどになったある夜、奇妙な夢を見始めたことから始まる。その夢は日を追うごとに変化。はじめはうっそうと茂った草木の中をただひたすら進む。次はそこから川のせせらぎにたどり着き、その上流を見上げたところで目が覚める。その短い夢が数日続いた。次の夢は暗闇の中、なぜか自分の手だけが見える。何やら左手を壁に添えてゆっくり前に進んでいた。ただ、なぜか暗闇の中、何も見えない状況でも恐怖心は感じていなかった。まるで何かに引き寄せられるように、一歩一歩ゆっくり進んだ。次の瞬間、滑り落ちるような感覚を覚えたところで目が覚めた。ここまでの夢は潜在的な不安やストレスが夢の中で抽象的な映像となって現れるのはよくある話。最初はこの夢を変な夢だと気にも留めていなかった。しかし次に現れた夢はそれとは違った。
リアルな映像や写真を見ているような瞬間の描写だったりという内容で、時には全ての夢をつなぎ合わせるかのような細切れの描写が現れる。そして最後はいつも同じ瞬間に目が覚める。扉、そして扉を開けた瞬間の眩しい光。そんな夢が毎夜繰り返されることで、次第に頭は混乱。バイト仲間に変な夢を見ると夢の話をしても、みなそっけない返事。夢の話だと親身に聞いてくれる人はおらず、仲間との距離感を感じて徐々に笑顔が消え、言葉も少なくなった。そして誰ともつるまず、一人でいることが多くなり、あれほど好んでいた山からも足が遠のいてしまった。生活のパターンは部屋と店の往復という単調な繰り返し。元来テレビっ子だった習慣からテレビをつけるが、映し出されるのはクイズ番組。考えるのが面倒とチャンネルを変えるが、今度は旅番組。くだらないバラエティの方が単純に笑えるのに。そんなことを思いつつ、ぼんやり画面を眺めていた。その頃、北海道から遠く離れた房総半島の付け根、東京への憧れ感と競輪帰りのささくれ感が漂う街の一角、少々昭和の匂い漂う街並みの一軒家に、歴女を自認する少女がいました。彼女の名前は星崎桃花。長い黒髪、決して美人ではないが、目鼻立ちがくっきりした笑顔の素敵な18歳。友達とのおしゃべりが大好きで、彼女の周りはいつも笑顔があふれていた。ただ彼女の歴女が顔を出すと、周囲は少々困り顔。話が止まらなくなる。その欠点に本人は気がつかず、周囲の友人は顔を見合わせ、出た、心の声を目くばすする始末だった。桃花の歴女は少し偏っていて、近代史よりも古代史。特に古事記や日本書紀の世界に興味があり、古事記ってさ、ちょっとエロいよね、などというちょっとおませな一面を持った少女でした。桃花は都内の大学に通う一年生。新しい友人たちとの会話も好きでしたが、実は内緒にしていた日課がありました。それは古本屋巡り。携帯電話のネットを利用して古本屋を検索しては、古代史関連のものがないかを探し回る。その時間が桃花にとって至福の時間でした。しかし、ここまでのマニアックさは周囲が引いてしまうのではないかと考え、古本屋巡りをする際は友人に別の用事を言ってこっそり行動していた。そんな桃花の今一番の関心事は、太古の国譲りと出雲大社との関連。これは同じ民族同士の争いなんだろうか、単純に勝った負けたの問題なんだろうか。解明困難なこの疑問の根底にあるのは、中学時代に通っていた図書館で読んだ新聞記事だった。記事自体は片隅に小さく記載されていたもので、世間的にはほとんど知られていない内容でした。その記事とは、アイヌ民族と政府が争っていた裁判で和解が成立し、アイヌ民族を日本の先住民族と認めるといった内容の記事でした。
ここで知ってほしい観光情報第1弾。この国とアイヌ民族との和解を受けて、北海道白老町に新たに施設が誕生しました。その名もウポポイ。広い敷地内に体験型の設備が各種あり、アイヌ民族を深く知ることができます。民族衣装を着たり、民族舞踏を見たり、最新機器を使った楽しみ方などがあります。ぜひ一度足を運んでみてください。ウポポイホームページはこちらになります。以上、知ってほしい観光情報でした。それではストーリーに戻ります。千葉県在住の東海にとって、アイヌ民族に関しての認識はほとんどなく、この和解の意味を理解できずに、当時はそれほどの関心は持たず、へえ、軽い感じの受け止めでしたが、記憶の片隅には残っていました。東海の歴史スタートはごく一般的で、邪馬台国はどこ？アトランティスは？から始まり、坂本龍馬、織田信長へ、そして各所にある城や城跡、そこから時代を遡ることに関心が移り、その流れで古事記を読み進めるうちに古代シロマンの世界へと傾倒していった。そんな遠く離れた二人の日常が大きく変わったのは3月11日、東日本大震災を境に二人の運命が大きく揺さぶられ、歴史の闇に、そして宿命に向き合うことになるのだった。その日、領事は用事があって、苫小牧に向けて車を走らせていた。お気に入りの音楽を聴きながら、車を走らせ、古城浜に差し掛かった頃、一方の東海は、数日前に見つけた浦安の古本屋の中にいた。大学の休校を利用して浮かれ気分で店内を探索していた。その時、最初は小さな揺れから始まり、徐々にその揺れは大きくなり、立っていられないほどになった。一方の領事も車で走っていても感じるほどの揺れの大きさに異変を感じ、車を路肩に止めると揺れが収まるのを待った。地震大国日本で地震など珍しいことではないが、その日の揺れはこれまで経験した地震と比べて長く、しかもゆっくり揺れているように感じた。ただならぬ気配に思わず車のオーディオをラジオに切り替え、何か情報が出ていないかと耳を傾けた。切り替えた当初は普通の放送。それが突然緊急速報に切り替わり、地震の規模と津波の警戒情報が発せられ、震源地も知らされた。驚かされたのは、震源地がなんと三陸沖で遠く離れているにもかかわらず大きく揺れたこと。そして太平洋沿岸に津波警報が出ていて、アナウンサーが避難を連呼していたからだった。海岸沿いを走っていた領事は一瞬だけ海の方向を見て、少しでも高い場所へと思い車を走らせた。地震直前、東海は店内で目を輝かせながら散策していた。見逃しは許さないとばかりに身構えて探索を始めたとき、その瞬間はミシッという音から始まった。最初は小さな揺れ、そしてそれは立っていられないほど大きくなり、思わずしゃがみ込んだものの、棚から本が落ち始めたのを見て、
棚が襲ってくると直感で感じ、四つん這いになって店の入り口を目指した。その間、次々と本が落ちて、灯火の体に当たり、痛みは感じたが、その痛みより、頭の中に最大限鳴り響いている警報が、本能的に体を入り口へと突き動かした。本日のストーリーはここまで。配信は毎週土曜日です。チャンネル登録お願いします。それでは、ごきげんよう。